今日はですね、イタリアでの日本のアニメ事情っていうところをお話しさせていただきたいなと思います。日本のアニメの、まあ、世界での人気については多分今更多分説明するまでもないぐらいだと思うんですよね。特にジブリ作品、宮崎駿さんなんかも名前で通用するし、はい、ワンピース、エヴァンゲリオン、ドラゴンボール、デスノート、ドラえもん、ナルトが結構人気ですよね。もう日本でも大人気の作品ですね。はい、ただ私ね、ナルトってなんか見たことないんですよ全然。ただ海外でのすごい人気があると。あと進撃の巨人で、古くはですねフランスで放送されたゴルドラックっていうアニメ、これ日本名 UFO ロボグレンダイザーなんですよ。マジンガー Z シリーズの3作目なんですね。マジンガー Z グレートマジンガー UFO ロボグレンダイザーという、まあ、シリーズで、3作目が UFO ロボグレンダイザーなんですけれども、それがフランスで放送される時にはゴルドラックというタイトルで、はい、視聴率驚異の 100%、はい、100% です、はい、ってあるんですか。あるんですね。これ本当に統計の数字で、フランスの当時の視聴率が 100% を記録した超人気作品。フランス人にゴルドラックって言えばもうすぐ通じるし、これはフィリピンの人のボルテス5と同じぐらいの存在だと思うんですね。またメドベージェワさんがあれじゃないですか、セーラームーンのコスプレでエキシビションやられたの。ありましたね。ありましたね。わざわざ寝坊して、ね、はい、起きるとこから始めて、さらに変身するところまで精密に再現して、素晴らしいな。これ見れただけでも長生きしてよかったなと思いましたね。まあ、それだけ海外でもなかなか人気の日本のアニメなんですけれども、イタリアでもたくさん、まあ、放送されていまして、ちょっとですね、最初まず一番かけてみていただけますでしょうか。まずこれ聞いてみてください。はい、これ日本でも人気のアニメなんですけれども、はい、イタリアではですね、日本のアニメの主題歌をそのまま使わずに、大概差し替えのシグラと呼ばれるものに書き換えるんですね。まあ、シグラっていうのが主題歌っていう意味なんですけれども、はい、これ何の主題歌だと思われます？先ほど実は題名私ガーッと出したんですけれどもね、その中の一つです。全く想像つかないけど、ナルト？いや、これ、まあ、近いんですけど、ワンピースです。あ、ワンピース、はい、これワンピースの主題歌で、アラレンバチョっていう、さあ冒険へって、そういうタイトルなんですね。ちょっと違う日本とは。そうですよね、これ聞くと、ちょっと知らずに聞くと普通のポップス、イタリアポップスに聞こえますよね。まあ、このように、まあ、差し替え主題歌シグラが、まあ、イタリアにはふんだんにありまして、はい、私これ知った時にかなり衝撃受けたんですね。元々のなんで日本の元々の主題歌ではなくて、こんな差し替え差し替え差し替えをしていくんだろうと聞いたんですよ。そのまま使えばいいのに、まあ、そうなんですね。はい、ただ感覚が違うんですかね。例えばタイガーマスクなんかは聞いてみたんですね。日本のあんなかっこいい主題歌があるのに、なんでこういったものに差し替えるのって聞いたら、日本の主題歌はすごいメランコリックだと、すごいなんか感傷的だから、こういった明るく楽しい方がいいんだっていう、みんなそんな感じにノリが全然画面と合わない。実は主題歌の画面は一緒なんですけれども、かかる主題歌が全然違うんですよね。まあ、今ワンピースを聞いていただいたんですけれども、ちょっと2つ目聞いてみてください。はい、これいかがでしょうか。これね、結構昔のアニメですね。日本のスポコンものですよ、これ。スポコンものですね。はい、ただ女子路線ですね。女子路線のスポコンものの代表作といえば、私の中ではエースを狙いなんですが、エースを狙いのもう一つ前ですね。アタックナンバーワン。そうなんですよ、これがアタックナンバーワンのシグラ主題歌差し替え版です。はい、ちょっと違う。ちょっとどころの騒ぎではないですよね。苦しくったって悲しくったってがどう
なったらこれになるんだろうと、はい、ただですねこれ2002年だか8年だかのこれ読売新聞の記事なんですけれども、はい、ちょっとこんな記事がありまして、イタリアではバレエが非常に盛んだと、ね、サッカーも盛んなんですけれどもサッカーと同じぐらい実はバレエも盛んバレーボールも盛んだと、その影響その原因なんですけれども日本のアニメの影響が大きかったという指摘があるんですね。それが何かというとアタックナンバーワンとでなんとあの主人公の名前鮎原梢さんかなあのアタックナンバーの主人公はこれがミミという名前に名前まで変わってましてイタリアのバレーの選手にやっぱり日本のバレーの話バレーボールの話すると必ずやっぱアタックナンバーワンが出てくるというぐらいに、はい、あの選手にも影響を与えた作品らしいんですね。まあ、このように全然感覚違いますよね。これがあの画面に乗ってる時すごいシュールな感じなんですよ、スパイクがポン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 生徒、ね、あの選手にぶち当てられてる場面でこれがこうのんびり流れていくっていうなんか不思議だな。今ミミっていう名前出したんですけれども、はい、名前も変えちゃうんですね。登場人物の主人公の名前も変えてしまうんですね、アタックナンバーワンだったらあのミミなんですけれども明日のジョーはロッキー・ジョーと、はい、キャプテン翼はなんとオリエ・ベンジオリー君とベンジ君っていうタイトルなんですね。全然違う名前ですね。ガンダムに至ってはあのアムロ・レイがピーテル・レイとピーテルっていう名前ピーテルになるピーターですけどね、はい、ピーテル・レイっていう名前になってしまってスター・ウォーズもですねダース・ベイダーがダート・フェーネルっていう名前違うんですよ。 R2-D2 がチーウのピオットっていう名前になる。これなぜかというと、はい、R2-D2 をイタリア語読みするとエレドゥエディドゥエってなって言いにくいんですよね。なんで C1P8 って書いてチユーのピオットっていう風に言い換えをしてると。こんなものがあの言いにくいなと思います。数限りなく出てくるんですよね、イタリアのものを見てると面白いなと思いまして。でそれではロッキー・ジョーちょっとお聞きいただきたいと思います。お願いします。ロッキー・ジョーですね。言ってますね、はい、ロッキー・ジョー。明日のジョーがロッキー・ジョーになってしかもこの曲調なんですよ、はい、いや元々の日本の主題歌の尾藤勲さんのサンドバッグにから始まるものが、なんでこうなるんでしょうかねって思う感覚ですね。なんかスキップして出てきそうですよね。本当そうですね、はい、ただやっぱり明るく楽しくっていうイタリア人のノリがまあこれなんだ。でもストーリーは一緒ですよね、はい、一緒です、一緒です、はい、明るく楽しくっていう内容でもないですよね。内容でもないはずなんですが、まあ、劇中も BGM は全部日本と同じものなんですよね。主題歌だけ差し替えて、はい、これがイタリア版明日のジョーロッキー・ジョーのシグラ、はいはい、違うな、こういうの一つ一つ全部200曲ぐらい実は調べてみたんですね。あのただ日本のオリジナルを使っているものも少々ありまして、あの鋼鉄ジーグっていうロボットアニメ、鋼鉄ジーグはこれイタリア人の間でも結構浸透してて、はい、まあ、5、6年前に作られたイタリア映画も鋼鉄ジーグっていうタイトルを使って全然関係のない映画を作ってたりするんですよね、あとマジンガー Z も元々 の, あのメロディーを使ってますね、はい、少ないんですよ本当に。少ないですね、あとは全部差し替え版、まあ、イタリア考えてみれば映画なんかも、全部吹き替えでやってると、まあ、字幕っていうのはほとんどありえないレベルで大概吹き替えであると、いうことでやってるんで、この音楽、あの私もちょっと訳翻訳をちょっとやってまして、あのアニメソングの英訳は割とそこそこできるんですね、ドイツ語に訳してみたりと、この前のガミラスの国歌をですね、はい、あのドイツ語訳してみたりしたら妙にはまりまして、ちょっとドイツの方には申し訳ないんですけれども、ああいったものにピタッとはまるんで、あドイツ語かっこいいなと思ったりするんですけれども、はい、あのイタリア語に翻訳するともしようと思うとなかなかうまくはまってくれないんですね、ちょっと不思議なもんだなと思って、だからなんかだったら最初から作っちゃえみたいな感覚なのかなとも思ったりします。イタリア語でアニメソングっていうとどうしてもなんかこう、
ルンルンっていうそういう気分のものが多くなってきますよね。そうですね、もうみんな実はこんな感じですね、明日のジョーがこうなってしまうわけですから、ただまあ、思い返してみれば日本人も結構やってたよなと思ったんですね。今回のちょっとお話ししようと思ったことをまとめてると、はい、あでも日本人もやってたわこれと思って、サンダーバードなんかはもともとあったオーケストラの曲に日本語の歌詞をつけちゃったじゃないですか。あ、日本語ですよね。ね、サンダーバードこの世の幸せのために行け海に陸にって歌詞をつけてしまう、はい、これ多分イギリス人聞いたらなんてことするんだって思うのかなと。あ、私たちはもうそれが自然なんですけどね、はい、そうですね、スーパーマンも最初スパーって言ってたんですよね。スーパーマンのアニメがありまして、スーパーマンが登場するときにスパーって言うんですよ、はい、それ 歌にもなってまして、スパースパーから始まるスーパーマンの歌が日本語の歌が完全に日本オリジナルの歌がある、あやってたわ日本もと思いまして。そうですね、はい、はい、ちょっと最後に1曲ですね、はい、これ聞いていただきたいんですが、これ何の主題歌だと思いますかという感じでですね、ちょっと幅が広すぎるんですけれども、60年代69年かな69年か70年にかけて日本で放送された割と古めのアニメなんですけれども、はい、最近割とリメイクされてテレビでもちょこちょこと見かけますね。ギャグアニメなんですがちょっと聞いてみてください。はい、今実はちょっとキーワードっぽいものは出てきたんですよね。はい、エーチっていう、これ実はイタリア語でくしゃみするときにアクションじゃなくてエーチっていう言うんですよ、ね、とするとそうなんです、はい、はい、これがハクション大魔王の主題歌、くしゃみ一つで呼ばれたからはからこうなってしまう。私はそっちが好きだわ。そうですね、あとエンディングもいいですね、あくびちゃんの歌ですね、そうですね、はい、大好きなんですけれども、これがイタリア版ハクション大魔王、イタリア語ではマーゴパンチョーネっていうんですね、太っちょの魔法使い、太っちょ魔法使い、はい、話も全部同じなんですけれども主題歌がこれと、イタリアでも人気だったんですか。ですね、もう検索山ほど出てきますから、はい、で DVD も出てるんでイタリア版の、はい、はい、いやでも昔のアニメから今まで、はい、日本のアニメって、はい、世界的に人気と聞いてはいますけれども、イタリアでもこれだけ人気があるとは。いや、イタリアなかなか本当調べ出すとすごいなと思って、とんでもないマイナーアニメまでやってるんですよ。とてもじゃないけど、はい、日本人でも知らんぞっていうタイトルまでもう全部やってて、それら全てがほとんどこのシグラに、まあ、置き換えて主題歌作られていると、何の主題歌かわからんぞって主題歌聞いただけではわからないんですけれども、これだったのっていうのがあって、もう一時こればっか調べてたことがありまして、ただ YouTube 本当便利ですよね、はい、検索すると出てくるん で、ね、タイトル日本語のタイトルを入れて、それにシグラっていう風にイタリア語で入れるとバーッと出てくるんですね。だからソングとかイタリアだけ では出てこないんですよ、テーマソングとか、はい、ぜひねラジオ聞いてる皆さんも検索してみると、はい、また新たな発見があるかもしれません、はいはい、腰抜かすと思いますね。腰抜かしますか、はいはい、すごいのいっぱいありますんで、はい、それを探してみる、また深掘りしてみるというのも楽しみですね、はいはい、ぜひぜひ、はいはい、また YouTube でもぜひご披露ください、はい、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。